第七の球天秤球において聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか。苦悩する聖夜たち。その時、突如としてシリウの死老子が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスが俺たちの前に。おそらく老子が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします、老子。ライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トーファー、シールドがそれぞれ1対ずつ。全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。よし、このソードを使わせていただきます、老子。今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇る白鳥よ。氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って。もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。分かった。じゃあ、俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね。氷河。